はい、皆さんこんにちは。テリオン TV へようこそいらっしゃいませ。数ある実況動画の中から私の動画を見ていただき誠にありがとうございます。それでは進めていきましょう。イース8ラクリモーサーオブダナ。はい、ということで今回漂流村からのスタートになります。料理人さんが新しく仲間になったんですが、どこにいるんでしょうね。ちょっと掲示板見る。あ、いった、ミラルダさん。レシピ帳肉とキノコ。古代種や強力な獣から取れる資源肉は引き締まっていてとっても美味しいんだけど、手に入りにくいのが悩みの種ね。というわけでお願い、どうか資源肉を、3つ調達してもらえないかしらと。強大な強敵、あ、音敵。わしにはオケノスの他にも因縁が逆らぬ音敵と呼べる存在がおってのは、実に神出鬼没のやつなのじゃが、今になって再び姿を現したみたいなのじゃ。まず話を聞いてくれるかな。うん、タナトス、あ、ごめんなさい、オースティンね。ハオホースイ。偶然盾ごと を手に入れたのだが、周りから演奏せがまれて困っている。みんなの力になるなら、やぶさかでもないが、とりあえず話を聞いてくれないか。それにしてもアドル君たち毎日飛び回って大変よね。きちんとした食事はできてる？うん、いつも料理してるよ。お、偉いわね。男の子が料理できるのはポイント高いわよ。でもよく見ると目の下にクマができてるわね。取れる食材は限られちゃうし、栄養に偏りが出ちゃうわよね。そうだ、野菜を持ってきてくれたら野菜ジュースを作ってあげるわ。おお、栄養も取れるし、お腹がすっきりして食欲も出るわよ。うんうん、それがいいわ。おお、健康管理を一点に担ってくれそうだね。愛情たっぷりに作ってあげるから、いつでも来るのよ。はい、ミラルダが野菜ジュースを作ってくれるようになった。やったー。うん、そう、漂流村の中でこうお母さん的なポジションの人ができたね。めっちゃいっぱい渡せるものがあるね。とりあえず話しようか。オケノスの打倒と船の建造、目標が決まったらあとは突き進むだけね。私は私でじゃんじゃん料理してみんなの力にならないとね。船に積み込めるように保存食とかもたくさん用意していかないと。ふふ、さあ働きまくるわよ。あー、これ仲間になったタイミングで会話とかが変わってくるから、前の会話はもう聞けないんだ。うん、ちょっと残念だね。ジュースジュース大したことないな。うん、 HP100 しか回復しないし。アドル君、私のお願いを聞いてくれる？最近古代種を筆頭に強い獣が多くなってきたけど、彼らから取れる資源肉は引き締まっていてとても美味しいのよね。でも漂流村の周辺だとなかなか手に入れることができなくて。というわけでどうか資源肉を3つほど調達してもらえないかしら。まあ持ってるけどね、すでにね。そしたらお礼に栄養満点の肉料理を振る舞ってあげるわよ。うん、じゃあ渡そうか。あれ嬉しいわ、本当に持ってきてくれたのね。ふふ、それじゃあ早速新しいレシピを披露しちゃおうかしら。よーし、完成っと。少しお肉を薄めに切って、それをキノコに巻いてみたの。美味しそうだね。おっと、愛情が。はい、あーんして。おっと、ミラルダさん。また、ふふ、照れない照れない。恐竜村に暗雲が立ち込める、そんなことしたら。アドルは戸惑いつつも完成したばかりの料理をミラルダに食べさせてもらった。うん、コッペごちそうだ。アドル君ってば褒め上手ね。それにしてもこれは本当に上質のお肉ね。油にもしっかりうまみがあって、普通のお肉じゃこうはいかなかったわ。本当ならもっとたくさんお肉を使いたいところなんだけど、みんなそれぞれいろいろと仕事を抱えてるでしょ。そんなわけで狩りや採取もいつもできるわけじゃないからさ、このお肉に限らずなんだかんだ食料は貴重なのよね。だから私も何かしら工夫を凝らさなきゃって思ってて、アドル君が美味しそうに食べてくれて本当に良かったわ。うん、最高の奥さんだ。うん、喜んでくれた。うん、ありがとう、主婦冥利に尽きるわ。とりあえずある程度まとめて作ったから持って行って。おう、それからレシピもまとめておいたわ。めっちゃ優しいじゃん、ミラルダさん。またみんなで作ってみてね。うん、肉巻ききのこ音5個。あ、いいね。レシピ帳肉ときのこ、あれ持ってなかったっけ、肉ときのこって。
さてと、それじゃあこのまま恐竜村のみんなの分も作ろっかな。みんな本当によく食べるから張り切って作らないとね。ほう、栄養満点の肉料理を達成しました。はい、ミラルドの好感度も上がりましたと。で、究極の料理じゃあ渡そうか。包丁ね。アドルはミラルダに究極の包丁をプレゼントした。何これ、これまで使ってきたどんな包丁とも違う輝きね。本当にもらっちゃっていいの？いいよ。うん、みんなも喜ぶしね。じゃんじゃん料理してほしい。いや、料理のためだけにミラルダがいるってわけじゃないんだから、みんなも喜ぶよ。なるほど、確かにこれで料理がはかどればみんなも喜ぶわよね。それにしても私のためにここまで気を配ってくれるなんてね。10年早く出会ってたら確実にアドル君に惚れてたわ。旦那さんに怒られるよ。ん？別に浮気心とかじゃないから大丈夫よ。この包丁で家族に料理を振る舞ったらどれだけ喜ぶか。先の楽しみがまた一つ増えて本当に嬉しいわ。どうもありがとうね、アドル君。大丈夫？雑菌とかめっちゃつかない？ミラルダの好感度が最大になりました。おっと、ミラルダのイベントもあるぞ。アドル君、ちょっとお願いがあるんだけどいいかしら。アドルはミランダに頼まれ調理場に現れたクモを追い払った。クモね。これで一安心ね。追い払ってくれてありがとう。私、クモだけは昔からどうしても苦手で。それにしてもさすがは男の子ね。うん、男の子という年でもないけど、それほどでもないさ。本当に頼りになるわ。それにしてもその年でいろんな修羅場を踏んでるだなんて、本当に大したものよね。前に話したかもしれないけど、私には子供が6人いるね。それも見事に全員男の子なの。みんなアドル君ほど強くなければ勇敢でもないけど、どうしても重ねてみちゃうのよね。みんないい子で、旦那もしっかり者だから元気にしてるとは思うんだけど。脱出は時間の問題さ。そうね、確かにみんなの力を合わせれば脱出なんてすぐよね。元気づけてくれてありがとう、アドル君。これはほんのお礼よ。おっと、もらっちゃいました、ほっぺにチュー。ほんとかわいいんだから。さてと、ここにはお腹を空かせた大きな子供たちがたくさんいることだし、今日も精のつくものを張り切って作らなくちゃね。アドル君いただいちゃいました。はい、ミランダさん、目標が決まったらあとは突き進むだけ。さあ働きまくるわよ。どうか待っててね、私の家族たち。まあここでもまた新しい家族ができちゃいましたね、ミランダさんね。さてと、タナトスだったよね、依頼持ってるのね。では聞いてみましょう、強大な音敵。うわ、掲示板を見てくれたか。ではせっかくだし、改めて話をさせてもらおうかの。こいつはアドルとサガト2人の耳に入れてもらうとしよう。で、アドルはわかるが、なんでわしが呼ばれたんだ？ああ、わしにはオキアヌスの他にも音敵と呼べる存在がおると書いたが、何を隠そう、そやつは魚での。魚釣ると釣りにしてやられたってことか。まあ、そうじゃ。これが実に厄介な相手での。ぜひお前さんたちに仇討ちを頼みたいんじゃよ。いやはや、改まった割にのんびりとした話ですまんかった。が、別にいいんじゃねえか。こんばかり詰めてもしょうがねえしな。相手は一体どんなものなんだ？ああ、やつは分類上はピラルと思われるが、実にごめないもの、嗅覚を誇る大物じゃ。う、そりゃまたとんでもねえ怪物だな。うん、そしてやつは神出鬼没なんじゃが、どうやらパロが見かけたらしくての。今この時を逃せば、もう二度と姿を現さぬやもしれん。とはいえ、わしも外に出て釣りをしている時間はなくての。だからわしらに頼んだってわけか。
で、釣ってきたらみんなで食うってことでいいのか？うん、まあ、もちろんじゃ。獲物食ってこその釣りじゃからな。して、アドラ、どうにか頼めるかな？うん、ぜひ実物を見てみたいです。やはりお前さんの好奇心は底なしじゃな。ちなみに奴は今、水森の丘にある池にいるようじゃ。あそこには常に大型の古代種もいるからの。向かう場合はくれぐれも気をつけてな。さっき言ってきたとこだ。はい、ということで、新しい依頼を受けました。よし、行くよ。じゃあ釣りますよ。これ特殊な操作が必要になるって主釣り書いてあったけど、どういう操作が必要になるんだろうね。ちょっと違うね。竿を普通に引くだけじゃダメか。どうすんだろう。なんかこう動く特殊な操作、どうやってやるんだ。ダメ。完全に口元に持っていくって感じ。何が釣れるかな。お、完全に口元に持っていく感じだね。これ超至近距離じゃんとかからないぞこれ。なるほど、そういうことか。かかさあ頑張るぞダーナ。はい、左。いい手応えだね。左。いや主強いな。ホールド。すごいね。くそ、きつい。右。回転。これは大きいよ。頑張ってダーナ。下。ホールド。ホールド。ダーナ頑張れ。はい、回転。いい感じだね。回転がちょっと強めにかけなきゃいけないね。回転回転回転。いい、ね、やっと真ん中まで来たぞ。ホールドホールドホールド。主強い、主強い、主強い。さあもうちょっとだ、もうちょっとだ、頑張れダーナ。主が強すぎる。いい感じだ、ね、もうちょいだぞ。釣り上げろ釣り上げろ釣り上げろ。いやー最後ホールドか。ホールドはきつい。うわー最後これで釣り上げろ。いい、ね、おーっとやっと釣れたぞ。ボルダード、腕が痛い。 450.3cm エース。はい、龍門岩、資源肉、大粒の真珠、やっと釣れましたね。でかこいつが田中じいさんの言ってたピラル。がはは、確かにとんでもねえな。父上喜ぶ、嬉しい。何があったらこんなに大きさに興味深いですね。私もここまで大きな魚を初めて見るかも。ふん、早く帰って知らせてやらないとな。よーし、やっと主を初めて釣りました。いや大変でしたね主釣りね。よし、じゃあ漂流村に帰りましょう。さあタナトスさんにあげちゃいますよ。うわ、わしのニック今日音敵を釣ってきてくれたんじゃな。あ、では早速調理してクラウトするかな。こうしたアドルたちは持ち帰った巨大なピラルをタナトスが様々な方法で調理し、凄まじい量ながらもみんなで分け見事に平らげてしまうのだった。いやー美味しかった。どうじゃ、料理の方は満足できたか。なら何よりじゃ。ぶっちゃけやはり大手で食べる食事はいいの。なんか聞きたそうな顔をしとるな。わしらはもう同じ釜の飯を食った者同士、遠慮ならいらんぞ。リコッタ以外に家族はいるんですか。そうきたか。それなら答えはいいなじゃ。少なくとも今はの。じゃが勘違いせんでくれよ。別に身内に不幸なことが起こったわけではないんじゃ。わしは昔から探検にばかり命を燃やしていての、そのためになかなか腰を追いつけられんというか、まあじじいになるといろいろあるもんじゃ。ちなみにこう見えてわしは結構モテる方での。今でも恋人候補なら何人もおるぞ。楽しい人生送ってんな。してお前さんの方はどうなんじゃ。なかなかどうしてお前さんは純情じゃの。まあいい、そのうちじっくり聞かせてもらうぞ。まあアドル君なんか、アドル君が動けばさ、いくらでもね、ついてきてくれる女の人いるよ。ただ腰を据えてね生活しそうじゃないから、
結婚とか難しいかもね、アドル君ね。よーし、これでイベントは全部こなしたんじゃないでしょうか。よし、ということで、ようやくね、先に進めるようになりましたね。そしたらね、行き先はここですね、エタニア王都遺跡王宮前ということで、転移していきましょうかね。ほい。ここが目的地の空中回廊だよ。昔はこの回廊の先に壮麗な王宮の入り口があったけど、あら、あそこにあるのは、うん、例の水晶石のようだが。おう、この水晶石はこのね、大幕府の滝の大穴の下まで導いてくれるんじゃないか。そんな気がしますよね、このこれの定員はね。あ、これ過去編にやっぱ飛ぶのかな。過去編のダーナなんとかして。あ、過去編に飛んじゃったね。大変なんですよ過去編ね。ダーナどうしたのだ。今太陽の光が一瞬かげった気がしたんだけど。気のせいではないのか。雲は出ていないようだが。うん、それよりもあの王宮が消滅してしまうという話は本当か。うん、にわかに信じがたいよね。私とサライは生まれも育ちもあの王都だからな。情けないことに平然と受け止められる話ではないようだ。オルガちゃん、それと気にかかるのがやはり大穴の存在だ。一体いつからそんなものが王都に。よし、全員急げよ、今日中に片付けてしまうぞ。おう、エイシチョウ、ドランエイシチョウだったっけ。これはこれはダーナ様ではないですか。今日は最首長までご一緒とは。城下に向かわれるのですかな。ちょっとオートで調べたいことがあって。おお、そうでしたか。我々にお手伝いできることがあれば何なりとお申し付けください。うん、ありがとう。そなたたちはどこへ向かうのだ。随分と大所帯のような、大所帯のようだが。それに女王陛下の命で食料の貯蔵を行うのです。何でも今年は凶作の可能性が高いとダーナ様が予言されたとか。昨日出した予言ではないか。もう対応して動いているとは。さすがはサライ女王だな。ええ、たとえ凶作が来たとしても我々には何の不安もありませんよ。なんせ我がエタニア王国にはサライ女王とダーナ様、最も幸福な時代を築いたお二人が揃っておいでなのですから。さて、それではそろそろ我々は認知へ向かいます。うん、一目でしまってすまない。とんでもありません。それでは失礼いたします。言えなかったね。王宮が消えてしまうからその原因を調べたいだなんて。それでいい、これ以上無用な混乱を招くべきではない。さてとダーナ、我々もそろそろ行くとしよう。アドルとやらが目指していたのは王宮前の空中回廊だったか。うん、アドルさんが大穴へ到着できるよう急がなきゃ。またあ、なんだここ。おう、また行けるとこが増えましたね。ここか、王宮前のストーリー目的地。ここ寺院だね。大樹の寺院、とりあえず一回戻る。戻れないかな。あ、戻れるね。じゃあ寺院に戻ってきたので、このハテナのスポットを頑張って探しましょうか。ここね。あ、これなんか地下とか行けるようになったんじゃない。ミコ様、最首長様、セシル、セシル、どうしました。収穫祭が終わったばかりなのにもうお出かけになるのですか。
最近お二人とも随分とお忙しそうにされていますね。ああ、みんなには負担をかけるな、すまないと思っている。いえ、恐れながら私が申し上げたいのは、もっと遠慮なく私どもを頼っていただきたいということです。巫女様と最首長様が何を調べているかは存じません。でもお二人の様子からとても深刻なことだと察しております。微力ではありますが、私どもにもどうにかお手伝いをさせてください。セシル、ありがとう。とても嬉しく思います。今はまだ詳しいことは話せませんが、いずれ力を借りる時が来るかも。その時は遠慮なくみんなを頼らせてもらいますね。巫女様、わかりました。ありがとうございます。それまで、留守をきっちり預からせていただきますね。ああ、どうかよろしく頼む。それではダナ、一旦ここで別れるとしよう。私は寺院に寄ってから、いくつか心当たりを探るつもりだ。わかった。私もなるべく早めに戻るね。少々留守になさった程度で揺らぐ寺院ではありませんわ。収穫祭も終わったばかりですから、今日はどこも混雑しています。気をつけてお出かけください。お二人に退治の導きがあらんことを。はい、ということで、みんなが協力してくれるということですが、そんなのおいそれと言えないよね。ここなくなるよなんて言えないって。収穫祭も終わったばかりですから、今日はどこも混雑していますわ。お二人ともお気をつけなさいませ。退治の導きがあらんことをと。そういえば今日はウルグナータ様が寺院にいらしているようです。何でも届け物をお持ちになったようで。何、ウルグナータ様？あの方がいらっしゃると心なし緊張してしまいますね。そういう人も大事だよ、緊張感与えてくれる人ね。大いなる大事よ、どうかこの身によき導きを。皆様、大いなる大事に対しては決して利力を抜けられませぬよう。それが許されているのは大事の巫女ただ一人なのですから。そうなんだ。毎年収穫祭の後は大事に祈りを捧げてから故郷に帰るんです。来年の家内安全をバッチリお祈りしておかないとね。ダナ様、歴代巫女の中でも幼稚の力に恵まれていらっしゃる。いやいや、それがこれほど繁栄に結びつくとはな。我々は幸せ者だな、エタニーに栄光あれ。あ、ウルグナータじゃないこれね。あ、ダリオスか。収穫祭を見るため地方からいらっしゃる方も多いのです。同じを聞くと、どこも大火に合わず平和で実りある一年だったと。私どもとしてはこれほど嬉しいことはありませんわ。どうか我が子たちに良きお導きをお与えください。大いなる大樹よ、我らを良き未来へと導きたまえ。ダーナ様、今年も大病なく穏やかな日々を過ごしております。あ、これも大樹の導きでありましょう。感謝いたしますわ。大樹の巫女様、なんてこと、ご本人だなんて光栄ですわ。ありがとうございます。よかったね、本人と話せてね。じゃあダリオスと話すか。あら、ダリオス司政官、お珍しいですね。いやどうも。いや、面目ございませぬ。今日こそ日頃の不信感を返上せねばと参った次第でございまして。不信心か。ここはいつ見ても変わりませんな。さらに陛下は幼い頃大病にかかられたことがありましてな、何日も生死の境をさまよられて、それはもう見ておられませんでした。あの時はわしも毎日礼拝に参ったものですぞ。そうだったのですか。わはは、もう15年も前の話です。今やご立派になられ申した、ありがたきことでございますな。あの時大病に祈りが通じたからこそ今も最も幸福な時代がある。わが、そう思うとはやはり全ては大事の導きなのでしょうな。滅ぶことも大事の導きってことか。だってこの下はよいしょ。ちょっとあんた、来年の作付けを忘れてるわよ。農家にとっちゃそれが意の一番なんだから、順番を間違えないでおくれ。水やりに使ってるリフォームもそろそろ買い替えたよな。おう、定時よ、来年の金運もどうかよろしくお頼みします。ここでね、でも新しいイベントが起こって、ね、水の、ね、中歩けるリフォームも手に入るんだよね、きっとね。平和
だね。こんな時代がいつまでも続けばいいのに。さあ王とアイギアス、ここまた会話が多いぞ。はるばる南方諸国からエタニー王国へようこそ。あなたにとって良き旅であればいいのですが。それはもう、特に収穫祭には感動いたしました。あれこそまさに最も幸福な時代を象徴する祝祭でありましょうよ。さあ、あ、これは以前植えたヒモロギの木がある。元気は良さそうだね。うん、いつかアドルさんたちを導いてくれるはず。さあ、今は王宮へ向かわなくっちゃ。さあ、寺院の中に戻れるかな。大樹の寺院ね、怒られそうだな。でもウルグナータ来てるって言ってたから多分戻れるよね。さてさて、ダーナの地質にも一旦帰ってみたいとこですが、収穫祭も無事に終わりましたね。新民たちもみんな良い表情をしておりました。彼の生活を守り、世を導くため私どもも一層精進するといたしましょう。巫女様、ご指示の通り不吉な兆候についての占い事を念入りに行っているところです。まだ特段吉兆などは見つかっておりません。強調か、巫女様が予知された来年の凶作くらいでしょうか。引き続き占い事を進めてまいります。またご報告させてくださいませ。さあ解放してあげましょう。あ、大精霊っぽいやつじゃないから、なんか変身できるようになるわけじゃないよね。ふわーぜーぜー、たくひどい目にあったぜ。水だ。どこの誰だか知らんが助かった。本当ありがとうな。どういたしまして。私はダーナと言います。あなたはどうしてこんな場所に。ははー、話すとちょいっとばかり長くなっちまうぜ。俺は大河の精霊エルド、名の通り西の大河の生まれだ。実はつい最近の話なんだがな、身内の精霊が姿を消しちまってな、ちょいと人里に行ったっていうわけでもなさそうなんだが、さすがに心配になってこうして気配を追ってきたってわけさ。実を言うと俺の妹でな、全く心配かけさせやがって。そうでしたか。すいません、私にも心当たりがなくて。いや、いいさ、近くまで来てるはずだしな。どうなっつったな、あんたも見どころがありそうだ。こいつの礼だ、どうか受け取ってくれ。うん、また力をもらいますよ、ダーナがね。おっと、ダーナに大河の精霊エルドの力が宿ってしまった。はい、イクルシタナンのスタイルが強化されました。え、潜水の総員を手に入れた。イクルシタナンのスタイル強化、 SP 入手が増加、竜騎使用中攻撃に凍結効果が付与される。マジかよ。え、あんたに西の大河の加護があらんことを。んじゃな。やりました。またパワーアップしたね。精霊の兄弟か、無事に再会できるといいんだけど、案外近くにいるかもしれないし、私も気をつけておこうかな。うん、やったね。やりました。タイガの精霊エルドを救出しました。ダーナの徳がさらに上昇しました。うん、イクルシアのね、またあ、これダーナの資質か。あ、違う、あ、資質なんかベッドメイキングとかいろいろしてくれてんのかな。ご要望にあったオルサン国の文献が取れたのです。あの国は巫女様の予言をきっかけに長い戦乱を終えることができました。そのためでしょう、ずいぶんたくさんの文献を貸し出してくださいました。そうそう、それとバハの塔からもご要望の資料をお送りするとの連絡が。その巫女様、連日遅くまで調べ物をなさっているようですが、どうかあまりご無理はなさいませぬよう。無理するよね、しないと。だってアトラ、侍女長の指示で資料の整理を行っているのです。あの巫女様、なぜこれほど資料をお集めになっているのでしょう。すいません、差し出がましいことを申しました。いや、だってね、その資料をいっぱい集めることによって、エタニアのね、未来がね、変わってくるかもしれないんでね。祈りの災難が備えられている。共同寺様は古文書をお持ちくださったそうですね。こちらに目録をお持ちしておきます。巫女様、どうかあまりご無理はなさいませんよ。ここにダーナのね、お抱えの侍女さんいるよね。巫女様、またお出かけになるのですね。今日はすぐに戻るつもりですが。そうですか。
またお悩みの件は、まだお悩みの件は解決していないのですね。アトラ、あなたも気づいていたのですね。申し訳ありません、差し出がましいことを。ですがこれほどお仕えしていて気づかないはずがありません。ここ数年急に巡礼に出られたり、文献を多く取り寄せられたり、お顔を曇らされることも増えて、随分心配をかけていたのですね。気づきませんでした。いえ、私の方こそ出過ぎた真似を。巫女様、よく瞑想に疲れる場所はいつでも腹へ清めておきます。お取り寄せになった資料もなるべく整えておきますから、どうかあまりお気を病まれませぬよう。何かございましたらいつでもおっしゃってください。この人できる人だよね。ありがとうアトラ、あなたには本当に助けられますね。苦労をかけますが、どうかこれからも頼りにさせてください。はい、もちろんです、ダーナ様。ダーナ様には、アトラちゃんがついてて、オルガちゃんには、オルガちゃんの浸水してるね、次女さんついてるよね。ミカ様、あまりお気を病まれますよ。私もできる限り力にならせていただきますから、何かございましたらいつでもこのアトラにおっしゃってくださいませ。こいつはアドルたちの防衛をしてた、あの石像じゃないですか。本当に2体いたんだね。この奥は、この奥は大樹の庭園か。これはアドルたちがダーナを見つけた場所だったよね。祈りを捧げておこうか、とりあえずね。エタニエが滅びる原因どころかその時期すらつかめていない。でもだからこそ、大いなる始まりの大樹をどうか私を真実へ導いてください。いや、いいっすね。これ多分完全にセリフとか、全てのイベントをこなすのは多分不可能ですよ。すっげえ時間かかりますもん、多分。時系列とかね、いろいろ影響してくるんで。初めての収穫祭本当に大変でした、シェンナ。とても見事でしたよ、シェンナ。特に祝い事はオルガ祭司長も褒めていらっしゃいました。本当ですか？こう見ても喋るのは大得意ですから。何を威張ってるんです。落ち着きがないところは相変わらずですね。前向きなのはいいことでしょうか。後輩たちの指導もよくやっているようですし、あなたも今や陣を担う最中の一人、一層の精進を期待しましょう。これもともとなんかこうね、教えてた指導係の人かな、この人はね。オルガ様に褒めてもらえるなんて、私もっともっと頑張ります。よかったね、シェンナね。シェンナちゃんだったね、オルガ様に浸水しているのはね。今年の収穫祭は素晴らしいものでしたな。さすが旦那様、この最も幸福な時代を築かれたお方でございます。この年まで生きてきたが、あれほどの収穫祭は初めてだったよ。サレイ様も旦那様は立派になられた。思わず感涙してしまったほどさ。感涙するよね、子供の時から知ってたらね、多分ね。祖母の病が良くなるよう毎日お祈りをしているんです。大いなる大事ですもの、きっと願いを叶えてくださいます。腕力とかは強くなってもね、病気には勝てないんだね、やっぱね。ドラゴンボールの大事をどうか私の願いを切れてくださいませ。ドラゴンボールの悟空が心臓病に勝てなかったみたいな、そんな感じだよね。はるか神城よりこの世を照らし、我らを導く大いなる大事を、来年もどうか良き恵みをお与えくださいますよ。これさ、行けるところが広がりすぎててやばいよ。セリフ全部回収するのきつい。ここはお姉ちゃん、しっかりお祈りしていこう。家内安全、商売繁盛、一攫千金、恋愛成就。めっちゃお祈りするじゃん。あなたって子はもっと真面目にお祈りしなさい。どうか来年も多くの実りをお与えくださいますように。大家大病を退け、家族が元気で暮らせますように。さあ、王とアイギアスということでお話していきましょうか。巫女様、夫婦収穫祭の時とお姿を見てしまうとなんだか信じられませんね。あの随一の舞を披露された方がこうして目の前にいらっしゃるなんて。
クスクス、何でもありません。大いなる大樹の恵みがあらんことを。お忙しいところをお呼び止めしてしまいましたね。申し訳ありません。どうか大いなる大樹の恵みがあらんことを。だがな、巫女もで、舞もできるんだね。どうも。今年の収穫祭には諸国の施設が勢ぞろいしてたよな。いつまでや随分と平和になったもんだけどよ。勘違いすんなよ。もともと自分らの国のことしか頭にねえような連中だ。ほっとけばまた勝手に争い始めるぜ。クライオが結構真実をね、見てるね。諸国のくせに自分らの国のことしか頭にねえような連中だ。ほっとけばまた勝手に争い始めるぜ。これね、だってエタニア王国のさ、二大巨頭であるサライちゃんとダーナちゃんのどちらか片方を潰してしまえばエタニア終わりなわけだからさ、簡単にその他国の人をね、中に入れるっていうのはね、ちょっと危険なんじゃないかな。私、利力の扱いが下手なので毎朝大樹にお祈りしてたんです。どうか利力を上手に扱えるようにしてくださいって。ところが気がついたんです。いつもお祈りした後は利力が上手に扱えていることに。どうやら心を落ち着ければ私にもちゃんと扱えるみたいです。なるほどね。今度から心の中でお祈りを唱えてから威力を使うことにします。いいことだね。家族でも時々言われますけど、私ってせっかちみたいですね。今度から心の中でお祈りを唱えてから威力を使うことにしますと。巫女様、収穫祭お疲れ様でございましたな。毎年収穫祭の時期は旅人で賑わうものですが、今年は例年ない人手で私も驚きましたぞ。これも巫女様の日頃のご活躍の賜物でありましょうな。おっと、これ下にも行けるか。今回は移動距離多いぞ。お、イオちゃん。あれ、もしかしてイオちゃん、こんなところで何をやっているのかな。ゆっくり食べた方がいいよ。最近この辺りで見る子だけど、巫女様の知り合いだったのかい。お腹空かせてたみたいだからついサービスしちゃったけど。すみません、私が払いますから。いいんですよ、巫女様にはいつも助けられてるんです。これくらいは何ともありませんよ。満腹満腹。よーし巫女様、そんじゃ行こっか。まったくもう。で、行くってどこに。そりゃ巫女様について行くに決まってるよ。それはダメだよ。私はやるべきことがあるから。仕方ないな。ま、巫女様は最近随分と忙しくしてるみたいだし、体に気をつけて頑張ってよね。ありがとう。なんだろう、意外とあっさり引き下がったな。イオちゃんは意外とあさって引き下がったね。巫女様は最近随分と忙しくしてるみたいだし、体に気をつけて頑張ってよね。巫女様、ダーナ様最近どうしたんです。あちこちに出かけていらっしゃいますけど。少し調べ物があって。もちろんオルガ最首長の許可はもらっていますよ。忙しいんですね。仕方ないんでしょうけれど、食事はちゃんととってらっしゃいますか。ただでさえ小柄なんですからね、ちゃんと食べてくださいね。今日は孫に寝てられての。あっはっは、それで買い物して回ってるのかい。まあちょうどいい運動で、あんた腰悪くしてからあまり出歩いてなかったでしょ。お孫さんに感謝して何か買ってやるんだね。はい、ありがとうおばちゃん。二人してそう来るとはの。あはは、こりゃかなわんわい。何買ってあげるんだろうね。旦那様が最近元気がないように見えてね。また少し痩せたんじゃございませんか。あまり根を詰めすぎないようにしてくださいね。そういういい人たちを守ろうとして旦那は頑張ってるから痩せちゃうんですよ。
やれやれ、ここはわしの負けじゃな。どれ、孫と歩きながら食べられるものでももらおうかの。うん、あいよ、マイドリー。なんだろう、歩きながら食べられるもの。ファミチキとか？収穫祭は人が多くてあんまり回れなかったのよね。今日はおじいちゃんにとことん付き合ってもらおっと。おじいちゃん。あ、クエスト？これで楽譜がもらえるのか、もしかして。そうだ、この人なら。ちょっといいかな。これはこれは巫女様、どうかされましたか？詩人さんは楽譜って持ってる？縦琴で演奏できる曲で、そのオケノスに挑む景気づけってことだから、みんなが明るく元気になれるようなものがいいんだけど。明るく元気に、それなら定番ですが、青木北条あたりがよろしいですかね。青木北条、収穫祭でも演奏される演目だね。うん、いいと思う。うん、それはよかった。ですが楽譜はカジラさんという娘さんに渡してしまいまして、今は手元にないのです。カジラですが、話をすれば譲ってもらえるかもしれませんよ。わかった、それじゃ聞いてみるね。巫女さんが頼むんだからさ、譲ってくれるでしょ。古き最古の伝承は語る、大樹と履力が導く先を、栄光と繁栄の歴史の中で、やがて巫女の中の巫女が現れん、まさに世が満ち、違わなくばいざ大樹の迷惑果たされん。カジラさんね、近頃ユカって職人見習いからリフォークを仕入れてるのさ。不足品って振り込みだが、かなり出来よくってな。ところがそれに抵抗心を燃やしたレイキって有名な職人までリフォークを持ち込むようになりやがった。客の評価は聞きてえらしいんだが、一流の職人だけあって文句のつけようのない傑作揃いだぜ。俺には何がしたいのかさっぱりだが、まとにかく儲けさせてもらってるぜ。よかったね、レイキって言え5本の指に入る有名なリフォーク職人だ。俺には何がしたいのかさっぱりだが、まとにかく儲けさせてもらってるぜ。娘に対抗して作るね、親父っていうね。もう帰るの？あ、やれやれやれ、勝手に決めないでよ。もう おめかししてた子でしょこれ。おい、勝手に仕事についてきたのはお前じゃろ。これ以上言うことを聞かぬなら置いていくぞ。マジ？やった。手持ちもないくせに何を言っとる。俺、テキパキ出発の支度をせい。まあ、気持ちわかるよ。もうとにかく勝手に決めないでよね。勝手はお前の方だと言っとるじゃろ。俺テキパキ出発の支度をせい。やれやれ。お前ってやつは、そんなに大手にいたいなら知り合いの商人に奉公に出してやるわい。ん、それは嫌だ、絶対嫌だ。なんかむちゃくちゃな生活になっちゃうよ。そんな知り合いの商人とかに奉公に出されたらね。リアツそうなエースさんだったわね。精鋭部隊って言われてるからいかつい人ばかりなのかと思ってたけど、あんな子もいるのね。ちょっと身近に感じてしまうわ、ラステルのことだよね。先ほど女王陛下がおわすエタニア王宮を見てきたところでな、中学生も素晴らしかったが、普段の王宮も美しい佇まいだったよ。ただ不思議だったのは、稽古の者が随分と若い英子だったことだな。うん、見習いだろうか。なかなか凛々しい少年だったが。ラステルね。これを巫女様、収穫祭の儀、実に見事でございました。今年は諸国からの参列者もそうそうたる顔ぶれ。ああ、まさに歴史に残る祭事と言っても過言ではありますまい。まあ、これがね、逆の歴史のね、逆に歴史に残っちゃうよね、これ多分ね。俺を北方から来た旅人と友達になっちまったよ。今まで偏見のことなんざ興味なかったが。話を聞くとこれが面白くってな、今まで無関心だったのが恥ずかしくなっちまったぜ。考えてみりゃ、辺境のことには無関心だったよな。巫女様と陛下のおかげで最も幸福な時代なんて言われてるんだ。あ、俺たちももっといろんなことを考えるべきなのかもしれねえな。おう、巫女様、収穫祭お疲れ様でございましたな。毎年収穫祭の時期は旅人で賑わうものですが、今年は例年にはない人手で私も驚きましたぞ。これも巫女様の日頃のご活躍の賜物でございましょうな。まあ、これはダーナ様。
ちょうどお噂をしていたところでございます。ありがたいことでございます。今年が豊作に恵まれ、素晴らしい収穫祭となったのは、ひとえに巫女様と陛下のお力でおかげですわ。収穫祭でもみんな口々に申しておりましたよ。どうかこれからもエタニアをよくお導きくださいませ。エタニアに栄光あれ。巫女様、どうかお気をつけていってらっしゃいませ。お忙しいでしょうに、お疲れ様でございます。大事な恵みがあらんことを。喋るためにこんなお祈りされたらちょっときついね。しんどいよね。今アドルたちのパーティーにいる方がどんだけ気楽なことか。巫女様、妹はかなり人見知りで接客は苦手だったんですが、一人一人のお客さんに丁寧に対応していたら、いつの間にか気に入ってくれる人が増えてきまして、最近じゃなんだか人気の看板娘みたいになってきましたよ。なんか世の中わからないものですね。妹が頑張ってくれるおかげで僕も大助かりですよ。どうやら今年は両親にいい報告がたくさんできそうです。ああ、看板娘になっちゃったか。最近お客さんがよく来てくれるんです。小さい方でもうちの作物のことを丁寧に説明していたら、いつの間にか、なんだか嬉しいです。リカリタ、これからももっともっと頑張ろうっと。よかったね、リカリタね。お客さんがいっぱいついてきてくれるようになったよ。はい、まとめて買ってもらえたら30リーグにおまけしますよ。かわいい嬢ちゃんにそう言われちゃ断れねえ。よし、買ったぜ。またよろしく頼むぜよ。こちらこそありがとうです。リカリタのとこにしかさ並んでないもんね。北方地方の作物か、味に深みがあっていいのよね。娘さんも一生懸命だし、ついつい買ってしまいそうね。なるほどね。やっぱ人が大事になってくるよね。サライ陛下は各国の小国にも利力等を建造するお考えのようですな。こうして平和の世となったのも諸国との友好あればこそで、その感謝の証とのことですよ。完成すればエタニアほどではないにせよ、彼らの扱える利力も増えましょう。それに店員による長距離移動も可能になるとのこと。母は実現すれば素晴らしいことです。待ち遠しいですな。ちょっとサライちゃん、それは防衛上あまりよろしくないぞ。だっていくらでもさ、スパイが入ってこれるようになるじゃん。あ、なんかいるぞあそこに。ちょっとサライちゃんの政策がちょっとこの辺から間違ってきたんじゃないかな。全員いい人だったらその作戦でもいいと思いますが、クライオが言ってたみたいに争い事始めるぞって言ってるような時代に関してはちょっとよろしくないね。はい、ささやきの精霊リンデル。あ、ドーナじゃない、ひそひそ知ってる？今王都の近くに精霊が2人ほど来てるみたいだよ。どんな連中なのかしら、私も気になるわね。ほう、精霊が2人ほど来てんの。1人は捕まえたよね。ベスト、あ、この人か、カジラ。あなたがカジラさんかな。青木法上の学部を持ってるって聞いたんだけど。あら、巫女様じゃない。確かに盾事の練習がしたくて詩人さんから学校もらったけど、大体覚えたからもう譲っちゃったの。確かラステル君だったかな。ラステルに、そうなんだ、教えてくれてありがとう。この時代のね、ダーナとラステルのね、この恋模様ね、気になりますよね、非常にね。あ、ミーアとシーアね。今日は娘たちの誕生日なんです。ミーヤはいつも元気だけど、この1年で少ししっかりしたからかしら。シーヤはお勉強が好きで随分と物知りになりました。今日は私も精一杯2人の成長を祝うとしましょうか。ごめんシーヤ、今日がシーヤの誕生日だなんて。気にしないで。いや、あんたも誕生日でしょ。しょうがないよ、毎年収穫祭のすぐ後だし。そういうわけには、ってわけで、はい、これ深夜に誕生日プレゼント。ミーヤちゃん忘れてたんじゃないの。そんなの嘘嘘に決まってるじゃん。シーヤは単純だな。嘘、また騙されたよ。こうやって青いリボン、ミーヤちゃんにあげたのとお揃いだ。私は赤いリボンもらったっけ。なんていうか、そのさ、シーヤ、また一年よろしくね。シーヤには言えない。
実は毎年覚えていたけど、お小遣い使い切っちゃって何も買えなかったなんて。いつも一緒にいるんだもん、忘れるわけないもんね。まあ、まあ、巫女様、今日もご機嫌麗しゅうございます。巫女様がお顔を出してくださると、なんだか私どもも嬉しくなりますね。巫女様は定時に最も近い方、そんな人に見守られていると思うと、ふぐ身に余る光景で光栄でございますよ。あの店の一品はなかなか安かった。だが他の店と比べぬうちは買うとは言えぬ。お前はいつも清潔すぎていかん。私も結構ね、いろいろ見るタイプなんで。何を言ってるのよあなた、安いのなら買っちゃいましょうよ。あなたの優柔不断のせいでいつも買い逃しちゃうんですから。うん、まあこれはあるよね。これ買いましょう今すぐ。私もね、ずっとこう迷ってる間に商品がなくなったりしてるんですよ。無線紹介には結局一度も勝てはしませんでした。いや、目の上のコブだったのにこんな形でいなくなってしまうなんて。どうしていなくなった？ああ、これから一体何を目標に頑張ればいいんだ。どこ行ったの無線紹介？逮捕された？もしかして。え、どうしたの無線紹介？おいおや、無線紹介はどうしたのかな。いい人を揃えているのは変わらんが、いつもと少し雰囲気が違う気がするの。とまあそういうわけでして、残った商品や土地の利用権はあなたにお譲りしたいのですが。ざけんなこのタコは。てめえがいねえバトルなんかぬるくてやってられるかっつうの。ああ、そんなあなただからこそですよ。どうかこのバザールをよろしくお願いしましたよ。どうした、病気にでもなったかもすな。クソったれ、俺は認めねえぞ。何より最後までおめえに出し抜かれなんざ真っ平だぜ。どうしてもってんならこいつは取引だ。落ち着いたら手紙をよこしな。それが引き受ける条件だ。ありがとうレッド殿、必ずまたお会いしましょう。ムスダン、どうしたムスダン。旦那様以前から故郷に帰ることを決めておられたのです。しかし店を続けたいという思いも強く、あと1年あと1年とつい先延ばしにされて、あるいはそんな時を惜しむ気持ちが原動力となって成功なさったのかもしれませんね。ああ、故郷に帰るのか。実は私、両親が長年山に伏せておりましてね、そろそろ帰って孝行しようかと。ああ、もう十分に楽しませていただきました。この国に来て本当に良かったと思いますよ。あ、ムスダンいなくなっちゃうのか。名残惜しくはありますが、いや、十分楽しませていただきました。いらっしゃいませ、ムスダン紹介は本日も営業しておりますよ。閉店は半月後となります。どうか残りの期間もご愛顧のほどお願いいたしますね。あらららら、閉店すんだって、ムスダン紹介。なんか新しい商店できてる。露天商ムーダス。収穫祭は私ども大いに数々でいただきました。バズルは少々寂しくはなりそうですが、何無線紹介のおかげでどうかも力をつけてきておりますからね。きっと今以上に活気あふれるバザールにしてみせますよ。そうか、無線紹介も出なくなるか、バザールにね。うん、精霊さん、これか。二人目の精霊って、来るたびに淀みにとらわれて大変だね。ぷかで出られました。あはは、大変だったみたいだね。でもどうしてこんなところに。あ、どうもこんにちは。あなたは私が見えるんですね。うん、とっても嬉しいです。もしかしてあなたなら。うふ、ごめんなさい、つい浮かれてしまって。その、あなたの質問ですけど、実はどうにも不思議なことがあって、私は雫の精霊、名前をプラウと言います。ここからうんと遠く西の大河で暮らしているのですが、どういうわけかこの地に引き寄せられてきたのです。この力は何なのでしょう。他の精霊はあまり感じていないようなのですが。王都に引き寄せられる、そんなことがあるんだ。でももういいんです。やっと私が見える人に会えたんですから。そんなに嬉しかったんだ。あなたはどうやら人に興味があるみたいだね。はい、その通りです。私思うんです、精霊と人はもっと手を取り合うべきだって。大昔には精霊の力を借りて世界の調和を保った人もいます。私たちもそういった関わり方を目指すべきだと思うんです。
もちろんその一足飛びには無理だと分かっていますけど、ただ私と友人になってくれる人がいたらいいなって。精霊にも変わった子がいるんだな。うん、いいよ、私はダーナ、友達になろう。ありがとうダーナ、あなたはいい人ですね。これは感謝の印です、どうか受け取ってください。ほい、ダーナに種族の精霊プラウの力が宿りました。ダーナのディフェンスが30増えました。体の隅々までみなぎるこの感覚は、ありがとう、役立たせてもらうね。ふふ、相手があなたなら私も嬉しいです。あれ、この気配はもしかして兄さん。すみません、私隠れなくっちゃ。あ、プラウちゃんか、さよならダーナ、また会いましょうね。妹を探しに来てたって言ったね、そういえばね。なんで隠れんの、行っちゃった。でも兄さんって言っていたよな。やっぱりさっき会った精霊エルドのことなのかも。事情もありそうだけど、とにかく無事に再会できるといいね。はい、プラウを救出しました。徳が上昇しましたよ、ダーナの。おっと、これで奥に進めるようになりましたか。これ過去編もね、現在編もやっていくとすんごいボリュームですね、本当にね。今のはもしかしてあの扉が開く条件が整ったのかな。余裕があれば行ってみよう。さて、ここは弊社でしたよね。通り街道は近年渋滞することが増えていまして、街道の重要性が見直されてきているようです。裏道、裏道か。我々もやりがいが出てきましたよ。なるほど、ここが裏道の方のあれだったよね、ファンか。確かに書類の通りだ、通ってよーし。しかし今年はどこも豊作だぞ、商売がたきゃ多いと思うが。それこそ腕の見せ所ですよ。まあ見ていておくんなさい。商売仲間に教えてもらったんですよ、裏街道を使えば早いってね。ちょいと攻めが、まあいい近道でさ。まあね、鮮度とね、時間がね、勝負になってくるんで、これはいいんじゃないでしょうかね。はい、オキアヌスは海星粒子の中でも最大限成長するのね。獰猛で大型船でも容赦なく襲うから海竜王なんて呼ばれているそうよ。最近数が増えているとか、ちょっと怖いわね。エタニア王国が起こるより前は暗黒時代って呼ばれておる。その頃地上には先住民がおり、たびたびエタニア人を脅かしていたそうじゃ。しかしてエタニア王国が成立し文明が発展するに従って、彼らは姿を消したという。今では古い伝承の中でしか語り継がれておらぬ話よの。エタニア王国が成立し文明が発展するに従って先住民は姿を消したという。ポッポッポ、今では古い伝承の中にしか語り継がれておらぬ話よの。ここはあの子でしたよ、ユカが住んでるとこでしたよね。あら、主人なら今日もリフォーム作りに打ち込んでいますよ。ユカの作品がいい出来だったから、あの人にも火がついてしまったみたい。くす、血は争えませんね。お、レイキ、遡ること中世の時代にケレブリンという方がいてな、いくつも伝説的リフォームを生み出した神のようなお人さ。俺はそんな仕事がしたいんだ。金稼ぎのためじゃね、一生に一度歴史に名を残すものが作りてんだよ。じゃあレイキーが作ってくれるのかな。違う、こうじゃねえ、水に潜れるやつね。あー、くそ、俺はなんてバカなんだ。ユカと一緒に協力して作ったらいいんじゃない。作業道具は工程で使うという約束なの、私だって負けない。手帳を超えるリフォームを必ず作ってみせる。協力したらいいんじゃないかな。気になりますが、エーション出る幕ではないですし、少々注意が散漫になっていたようです。職務に集中するといたしましょう。何？大事の巫女様、何かございましたら我々に申し付けくださいますよ。何があったの？あれ、人が集まってるけど、もしどうかなさいましたか？お、大事の巫女様。いや、巫女様の手を煩わせるようなことでは。皆さんの一つ一つの幸せこそがエタニアの繁栄の証なのです。どのような細さなことでも構いません、どうか教えてください。巫女様、恐縮でございます。実はその大葬儀の整備に問題が見つかりまして、
ご存知の通り、ボルド大総員は、オートミンの冠婚葬祭をなんとかかんとかです。私は子が生まれた時も、夫天を導く時もこの正門を通る。というわけで、この正門の扉は昔から祝福の大扉と呼ばれております。ですが、さすがに古いらしく、今朝方、開門用の離力装置が壊れていることが見つかりましたね、開閉用か。どうやら数百年も前に作られた特注品らしく、まずは直し方から調べなくちゃってことになりまして、それは困りましたね。うん、まあ直すように口をするよ。よろしければ私からバカの塔に連絡しておきましょう。きっと数日のうちに直していただけると思いますよ。かたじけない、このような町のことまで。さすがお天場巫女様ですな。こら失礼ぞ、若いもんは礼儀がなっとらん。ダーナね、ダーナは修理を依頼する書簡をしたためバハの塔へ届けるよう手配したのだった。お、エタニオクエスト古き祝福の大扉を達成しました。ダーナの得が上昇したと。これはうん、ブラド大僧に尋ねる用事はなさそうかなと。大僧院の中入れるようになったんじゃないの、表ね。入れて説教されちゃいしまいました。でもこんな巫女様だから身近に感じられるっていうか、ともかく今日はありがとうございました。まあ身近に感じるのとさ、言葉遣いっていうのは別にさ関係してないんで。これであれこれ相談せずすみますと。大事な巫女様、感謝いたします。は、一層のご活躍をお祈りさせてくださいませ。お忙しいでしょうに、お世話になりましたな。後日改めて礼参拝に参ります。どうか礼を述べさせてくださいませ。よーし、これでセリフほとんど回収したんじゃないでしょうか。よし、これだと多分王宮に行ってラステルとお話しするだけですよね、のよね、多分ね。ん、精霊が2人並んでおります。ちょっと話しましょうか。うん、ようやく追いついたぞプラウ。まったく、どうして逃げるんだ。俺はお前を探しに来たんだぜ。だって私が人と関わるとすると兄さん怒るじゃない。だからそりゃお前が人の集落へ行っては泣きながら帰ってくるからだ。あまり人に期待するんじゃない、生きる世界が違うんだからな。うん、でもね、私ついに見つけたの。私が見える人、私の力を使いこなせる人。なんだって、そんなやつそうそういるはずが。って待てよ、俺も今日人に助けてもらったっけな。それね、聞いて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 よ兄さん。おいや、ちょっと落ち着けってな。あはは、精霊に噂をされるなんてさすがに照れくさいな。ごほん、邪魔しちゃ悪いし、そろそろ行こうっと。ダーナって言ってね、とっても素敵な人なの。やっぱりあの人か。まあそれなら納得だぜ。でもあれほど大した人なんてそうそういるもんじゃないぜ。そうなんだ、ダーナってすごいのね。あは、気づかれる前に行こうかな。はい、ということでですね、今回はここで終了したいと思います。だいぶ長くなってしまいましたので、編集はちょっと大変になるかもしれませんが、まとめてお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録、グッド評価もお願いします。ということで今回はここで終了です。また次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。